こんばんは。4月27日月曜日、第235回のしゃべくり松代です。今日は西澤が担当してます。よろしくお願いします。今日はですね、日本全国的にとても4月とは思えない夏のような日になりました。ここ長野も、最高気温が27度でしたね。朝はね、10度か11度ぐらいだったので、もう寒暖の差が本当に15度もあると、体がついてきません。もう皆さんも、こういう季節の変わり目は体調崩しやすいですのでね、お体に気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで、今日235回目のしゃべくり松代なんですが、実はじゃじゃーん、今日は花もゆ追走第3回目です。実は、2月、3月、4月と続いて1ヶ月に1回ずつ、この、NHK の大河ドラマの花もゆの追走をやってきたわけなんですけれども、花もゆは吉田松陰のね、話をやっているんですが、松陰の妹さんのね、ふみさんがね、主人公なんですけども、実はその吉田松陰と松代町の、偉人でありますね。はい、佐久間象山、私たちは地元では象山と呼んでおりますので、今日も象山と呼ばせていただきますが、松陰と象山が実はとてもね、いろんな関係があったということで、2月1回、3月1回と、お話を、してきました。それは私はとても歴史が苦手なので話ができないんですが、毎回毎回ゲストで、お呼びしているのが、エコロド松代の象山専科の専科長である八田晋三さんです。八田さん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いよろししくお願まいします。す。ちょっと今日はどんな風になるか若干心配なんですけど、はい、よろしくお願いします。この松陰とね、象山ということで、はい、ずっとやってきたんですけれども、はい、昨日見ました？見ましたよ。見ましたね。見ましたー、ね。松陰ね、とうとう死資罪材。ね。井伊直弼が陰に隠れてこっそり聞いてましたね。あと、紙を貼ってましたよね。あれ最初は何て書いてあったんでしたっけ？遠投って書いてあった。遠投、島流し。島流し。普通に正直に喋らなければ島流しで済んだかもしれないのに、紙をね、そこの上に貼って死罪って書き直してましたもんね。はい、そんな風に、松陰はね、昨日死罪になってしまったんですけれども、幕末の動乱の時期っていうんですかね、この時代をね、その時代に、なぜ松陰もね、結局、死罪になってしまったのかというところなんですが、実は、そのことを話すには、その開国と攘夷というのがね、この時代のキーワードにあるかなと思うんですが、それを今日ね、八田さんに、松陰の考えと佐久間象山が何を考えてたのかを、2人の考えから、この開国とね、攘夷について語っていただけたらいいなと思ってるんですが、ちょっとその前に、日米修好通商条約をね、幕府がアメリカと結んでしまった。で、結んだのはその井伊直弼だったんですよね。はい、で、その井伊直弼がその、結んでしまったんだけれども、それにやっぱり反対してた人たちが、面白くないと思ってた人たちがいたんですね。それが、朝廷の方であったりとか、朝廷は朝廷の方で思いがあって、そういう反対だったと思うんですが、で、長州藩もやはり反対だった、開国には。っていうところで、松陰もね、長州藩の一人として、松陰の考え、市政っていうふうによく言われてますが、それで自分の思いを貫いてしまったわけなんですけれども、畑さん、松陰はもう、どんなふうに思って、そして象山はその時のこの動乱の時期のことをね、どんなふうに考えていたのか、ちょっとお話ししていただいていいですか？今のこのフリップでね、はい幕府がその開国ってなってますよね。はで、これはね、もうアメリカと条約結んじゃったんだいはいもんだから、どうしてもアメリカと条約結んで、非常に国交ができてしまうということは、実はもう開国なんですよ。で、実質開国ということで、これはもうペリーが来た頃からもう開国してたんだけども、実はその
幕府の力が弱くなってしまって、朝廷のですね、認可といいますか、はい、許可を得ないとその条約が決まらないみたいな、そういう雰囲気が出てきたんですね。で、朝廷の方はなんでその反対かというと、やはりその日本というのは神の国で、外国人にいろいろ国の中こう、来られるのは困るという、そういう考えで、やはり開国は困るということだったんですね。で、朝廷自体は、そんなに、上位というか、上位というのは、偉人というか、いわゆる外国を打ち倒すという、はい、そういう意味なんだけれども、はい、それほど強い反対はしなかったんですが、だんだんそれを取り巻く勢力がですね、幕府をけしからんというそういう人たちが集まってきて、幕府が開国で行くんなら、俺たちはそれに反対勢力として掲げたのが攘夷という、そういう旗印のもとにこうはだんだん集まってきたと。で、さっきその遠投が資材になったということの話がありましたけれど、実はその幕府側はですね、こうやろうとしていることにそのおいさめすると言ったんですよね、あそこで松陰が言いましたね。それはね、けしからんと、もう俺らの行く方向にね、こういろいろ文句言うやつはもう絶対許さないと、こう言って松陰も引かなかったんですね。でこれはもう死罪にしてしまわなきゃダメだというぐらい、幕府はもう強く開国ということで、この反対勢力は攘夷ということでまとまろうとした、ね、なるほど。でその時に結局松陰も死罪になりましたけど、攘夷をこう言おうとした連中はほとんどいい大老にですね、もう、罪に落とされて、安政の大獄ということで、成敗させられてしまったということがありました。でその時は一回、攘夷の方は、力を折ったんですけどね。でまたそれからこう、いろいろ、そうですね、その例のいい大将さんがですね、桜田門外の変ということで、切られてしまいましたので、それからまた世の中が混沌としていく、本当にいよいよ混沌とする時代でですよね。1859年にね、本当に松陰が処刑で、60年桜田門外の変ということなんですが、そもそもですね、やっぱり松陰もこうね、いろんな、ところに行ったり、黒船にもね乗ろうとしちゃったりして、やっぱりこう外国のことをね本当に知りたいというふうな思いも強かったですよね。でそうした中でやっぱりこう、攘夷というと、外国をこう倒すということですよね、でもそれにはやっぱり外国の文化も知らなければダメだというふうに考えてたわけですよね。もちろん知るのが大事なんだけれども、松陰はね、日本の技術を高めて、そして日本の固有の技術でね、外国倒そうとこういうふうに考えたんじゃないかと私は思っています。なるほど、はい、実はですね、八田さんがこうお書きになっている編集にね関わった佐久間象山と象山神社っていうね、この本があるんですけど、ここに実はちょっと書かれてたのが、高杉晋作がね、松陰が死んだ後に松陰が象山に手紙を残していて、それを持ってきましたよね、でその2人のやり取りの中で象山が、松陰は焦りすぎたみたいなね、ことを話してるみたいなんですけど、それがやっぱりそのもうちょっと外国のことを知っておけばっていうところだったんですかね。でね、そういう国内技術でやってしまおうと、しかも早くやらないかというのはあったとも思うんですけど、象山はもうその松陰が処刑されるね、約20年ぐらい前ですか、1841年なので、解剖発作という、そういう書を作った時に、もうその時から外国の強さを
なんとか防ぐには、うん、外国の技術を導入しないとダメだと、うん、あの商品が国力でっていう、うん、いうのと違う部分は、うんうん、外国技術を使おうと思ったんですね。でそうするとかあの国を開いて、はい、開国してやらないとどうしても技術導入できないというのなんで、うんうん、やはり、商品とは立場は違いました、うん、違いましたけど、うん、いずれしても、外国の技術導入した上で海外と、対等にあるいは強くなってですね、うん、海外と、まあ、渡り合える、はい、そういう国づくりしようと思ったのは2人とも一緒だと思う。一緒だったんですね、うんうん、なるほど。そうした中で今度はあの、まあ安政の大学が、まあ、飯田色がね猿渡門外の変で亡くなって、はい、うん、でその後またちょっと混沌とした時代に入るわけですけれども、その、まあ、佐久間象山もね最終的には暗殺をされてしまうんですが、うん、速攻の辺の流れをちょこっと、はい、あのね佐久間象山は、はい、あのいわゆる、幕府が開国路線を行ってますんで、はいはい、これは朝廷の、ご納得をいただけなければいけないということで、うんうん、それのために、それを説得役として松代から京都へ呼び寄せたんで幕府が。それで佐久間さんがいろいろそのお公家さんのところへ通わせて、はい、で天皇にうまく伝えてくれよと、うん、方向は開国ですよ、開国ですよということでずっとこう言ってた、うんうんうんという状況がありました、うんはい、それを見てたこっちの上位側の方が、はいはい、それはけしからんと、うん、からんそんな風に、うんうん、朝廷までそんな風に巻き込んでやられたんではやりきれない、はいはい、でこれはもう切ってしまえということで、はい、佐久間さんが切られてしまう、うん、まあそういう流れがあります、うん、でね、はい、まあ結局その、うんうん、まあ松陰は亡くなった後、はいはい、その弟子たちがね、はい、まあ、やはりその、はい、まあ、長年の恨みというか、はいはい、幕府に対抗しようということで、はい、これはですね幕府を倒してしまわないと、はい、こう先生の、はい、意思が、はい、告げないということで、はい、なんとかして幕府を倒そうということで、うんうん、その攘夷路線をね、はい、開国と反対の方で一生懸命やりだした、やりだしたんですね、弟子たちがやった、はい、で佐久間象山の弟子たちは、うん、まあ西郷隆盛もそうだし、うん、もういろんなあちこちに全部、はい、全国にいて、はい、佐久間象山さんは、その朝廷がどうだとか、はい、その幕府がどうだとかおっしゃらなかった人なので、はいはい、広くいっぱい弟子がいて、はいはい、で行ったんですけど結局は、はい、まあ、いずれしても両方佐久間さんの方向がですね、はい、技術導入してやろうという方向が明治維新になってから、はい、明治政府は佐久間さんの方向を全部取り入れてやりました。だからいろいろこういた弟子たちの力によってなった。で松陰の方の弟子たちも幕府は倒したんだけれども、はい、結局は最終的に象山さんが言われた開国の道を戦略として取り入れて、それで明治政府を作ってきましたの で、 で、ね、最終的には同じ方向のことをいろいろ途中がこう全部入り乱れて、はい、敵味方になったりとか、はい、象山さん殺されちゃったりもしましたけど、うん、はいはい、結局は同じ方向を2人とも目指した、目指して、はい、日本の国づくりに向かっていったのではないか、うん、そんな感じいたしています。ね、もうここに目指すところ同じだったんだけど、ここからここまで行くのがもうこんな風にぐちゃぐちゃと、うん、まあ、こうなったり離れたりこうなったり離れたりそうだったんですね、しながら、まあ、最終的にはここにたどり着いて、うんうん、開国明治維新っていうところになったわけですね、うん、で幕府は倒されちゃった、幕府は倒されて、まあ、うん、そうですね、うん、はい、でまあ、明治維新でしたもんね。実は今日八田さんとねこう打ち合わせする中で八田さんいっぱいいろんな資料をねお持ちで、今日素晴らしい資料があるんです。一つこれをご紹介します。これね皆さんほら英語なんですよ、英語なんです。でこれはここに、こっちだったかな、ここに書いてあるんですけれども、松陰がね
処刑される直前にね残したという、はい、流婚録ですね。流婚録がここに書かれてます。あれ見えるかな、はい、ここですね。あ、これです、はい。これがね英語バージョン の、 あの資料なんです。みんなねこれね英語でこういうふうに書かれてる、はい、こんなあの素晴らしいあの本もね八田さんお持ちということで、本当にあの打ち合わせをするたびに八田さんにいろんな資料を見せていただいて、私も本当にあのにわか仕込みでいつも申し訳ないんですが、はい、ということで、今日は開国と上院のところをね、あの松陰と象山の2人の考えから見てきました。花もゆはまだまだ続きますが、実はちょっともう時間延長してますけども、あの250年前の関ヶ原の戦いの時に長州がねやはりあの西軍 で負けて、あの、ね、もうお前ダメ負けた方だからって言ってね、うん、何万石だか減らされて、だから120万石が36万石になって減らされて、はい、一番隅に追いやられちゃった。その積年の恨みもこうあったのかなっていうところを聞いた時に、あ、関ヶ原の戦いってなるとまた来年の真田丸につながっちゃうのかなというふうに思いました。はい、来年のね大河ドラマは真田丸なので、はい、あの松代はねまた今そんなことで動いてますが、はい、ということで今日のしゃべくり松代は、ここで終わりにしたいと思いますが、八田さんと私の花もゆ追走はこの後今後どうなるんでしょうかとお楽しみにということで今日終わりたいと思います。ありがとうございました。はいはいはい、俺一人でやるんかい？まあ、いったな。はいよ、はいはい。はい、お待たせしました。まずは来週、だ久々だからさ。久々だね、そうそうそう、緊張してるね。そうそうそう、急遽。予告の前にお知らせね。はい、はい、お知らせね。はい、はい、ですね、やっぱりエコールドマッスルクラブね。八幡さん今あの、はい、センター長、選果長やっておりますけれども、監視選果っていうところで、今度は監視入門講座っていうのを今度やる予定でますね。で5月8日一応初日になりますけれど、一応もう募集かけていますので、ぜひまた参加いただければなというふうに思います。まあ、若い人もねお年寄りもいろいろと混じって、こういう監視っていうのも、結構あのですかね、一生懸命やられて入選したりとかなんかしてるっていうんで、まあ、気楽に参加していただければいいかなっていうようなことをおっしゃってましたんでね。漢字の詩、そう、監視、あの防犯カメラの監視じゃなくてね、うん、それは違うね、はい、やっぱり映像だね、映像の方だ ね、 こっちはね、字の方ね、うん、そういうことでよろしくお願いします。はい、はい、続いて、はい、来週は真っ白でもねこういう動きがありますよっていうので236回、はい、はい、AC 長野パルセールタウンパートナーを立ち上げた、はい、マッスルの仲間たちっていう形でね、私もなってますよっていうことだね。そうそうそう、うん、町の応援団ね、あのなんか先月立ち上げたばっかだったそうそうそうちょっと、まあ、これはぜひやらなきゃいけないっていうのがね商店会連行かな、山本さんそれとあとこれ担当されてる中村さん、中村電業さん、で、あ、電業さんなのか、うん、兵庫屋さんかと思って、いやいや違う電業さんの、電業さんの、はい、若いからね、うん、もう、はい、バリバリでバリバリでね、一生懸命やる、はい、っていうことで、はい、どういう内容かって私もあんまりよく分かりません。あの篠ノ井のね地区の方が、まあ、うん、主眼でやってますけど、そうそうそう、松代も一緒に隣町ですから、うん、そうそうそう、はい、あ、酒井さんとかもね、そうなんだよ、ああいう色つけてね、オレンジ、うん、そうそう、オレンジ色つけてやってるって言うんで、じゃあこっちも松代も頑張らなきゃいけないねっていう話らしいです。当面ってね、うん、酒井さんのところで開発して、うん、あのオレンジ色の、そう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 、麺を町のね、うん、あれでやってます、うん、松代は？松代？え、何にしようかね。安蔵小橋。ああ、いい色じゃない。いいなんか。そうだよ。そうか。そうか。はい。あ、旗も作ったっすだね。そうだ、旗も作りました。はい、じゃあ、ね、その話は違うんだけどね。違うんだけどね。そっち持てちゃうか。そうそうそう。
まあそんな話がちょっとね、どういう感じでできたのかっていうのもね、まあ私も勉強させてもらいたいなと思って、はい、応援しましょう、やります、はい、そういうことで来週はこのしゃべる真っ白やりたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします、はい、お願いします。後ろあなたの街、それそれそれくらい松代、また見たね。